はい、皆さんこんにちは。松市生活系 YouTuber のハギさんです。またまた山に来てます。ここはでもね、ちょっとね、あるアニメに影響されてですね、まあ聖地というところにちょっと来てますよ。まあどこかと言いますとですね、ザン・タカモッチね。タカモッチって聞き、私も初めて聞いた時はなんだそれと思ったんですけど、ね、なんかデイダラボッチがよっぽいしょっと腰据えたところみたいですね。1668m のところですね、にある、まあ、小高い山なんですけど、本当に駐車場が後ろにあるんですが、そこから山頂まで 700m、 あれは 400m っていうぐらい、すごい近いところなんですよ。で、本当にね、日本一のなんかあの写真スポットみたいなことを言われているんでね、シャッターこれ書いてありますよ、日本一のシャッターポイントってね。で、まあ、実際あの萩さんね、一回も今撮ってきた来たんですけど、あのあまりにもね寒すぎてですね、話ができないぐらい寒くなって、まあ、マイナス何度だったっけな、もう風も強いし、うん、もう手はかじかむしってですね、もう何にもできなかったんでね、これ一回実はですね、一回暖かくなって体が温まってからの撮影になってます、ね、それだけ寒かったです、ね、マイナス3度ぐらいあったのかな、なんだけど風がねすごい強くてですね、もう全然まともにできなかったんで、それなんてね今頑張ってやってますよ。上諏訪のあたりですね、この辺はね、諏訪湖を望めるとこなんですけど、国道からね、本当に住宅街、すごい斜面の住宅街を縫ってってですね、ガードレールのないような、ちょっとね対面通行が難しいような道を来て行くと、上にポッと開けたところがこうなってます、ね、いやーいい天気でよかった。雲は出てるんですけどね、朝と違うな全然ちょっと切り替えていきましょうか。大自然を見たいと思いますんでね。ではここはね、なんかね、キャンプしてる人もやっぱり多いですね、駐車場のところで。で、第一駐車場、第二駐車場ってあるんですけど、ほとんど第二駐車場のところがこの山頂に近いところですね。で、第一駐車場の方はですね、結構ひっそりとしたところなので、その中でね、キャンプする方が結構いました。車で来て、そのテント張って。まあ、焚き火はちょっと、萩さんが来た時間がちょっと遅い時間で来たので、わからないんですけど、でもやってたんでしょうね、ちっちゃくそんな大々的にキャンプができる、キャンプ場っていうわけではないかと思うんでね、いけないのかもしれないですけど、なかなかの景色のところ歩いてますよ。気候がいい、すがすがしい。足元が追いつかないけど、よいしょ、階段みたいなところ登っております。じゃあそろそろ着きそうなんでね、切り替えていきましょう。次と高持山着きました。
見えやすいですね。富士山がちょこっとだけ頭を覗かせてます。よし、ここ今誰もいないですけど、ここに60人ぐらいいて、諏訪湖の雲海とですね、ああもう富士山がちょこっとしか見えないですけど、これ一生懸命撮ってましたね、日の出。よし、じゃあ高ぼっち、いいね、いいとこですね、本当に。うん、夜景もねとても素晴らしかったですよ。諏訪湖の周りのね夜景とね、星、満天の星、空が近いんでね、まあデメリットとしてはベラボに寒いっていうことがありますけど、まあそれはね山に来てるんですから、ある程度はね防寒はやんなきゃダメでしょっていうところでね、まあそれに海外でも変えてもやっぱり素晴らしい景色ですよ。いやー、こういうとこはね電車じゃなかなか来れないと思うし、交通機関なんかあるか正直わからないですけど、でもカメラが好きな人はあれなのかな、そういう団体みたいなのも行くのかもしれないですけどね、カメラ好きの。よいしょ、よいしょ、うん、すごい、ほんとねびっくりするぐらいにみんな機材が良くて、あのもういろんな年代の方、ああ富士山撮るの好きなんだなっていう人がですねいっぱいいましたね。確かに綺麗でした。ここから富士山まで100キロも離れてるみたいなんですけどね、だからすごい遠いんですけど、しっかり稜線まで見えるところ、あと諏訪湖の後ろに見えるっていうところが非常に美しい景色だったんじゃないかなと思います。富士山はいいなやっぱりな、うん、いろんなところから見えますからね、まさかね前ねあった谷川の天神台だからも見えてますからね、ちっちゃいですけどだんだん大きくなっていく、いっぱい映していこうね綺麗なところは、うん、まあ寒いけどいや、はあ、もう本当に急に木がなくなっちゃったからねびっくりしましたよ本当に鬱蒼な、ね、森を車の中で走ってってポッとこういうもう原っぱ
あとなんかね、時期によって夏ですかね、なんか競馬をやるみたいですよ。日本一高いところでの競馬、まあそういう掛け事する競馬じゃなくて、別に馬を競わせる方でね、やつをやるみたいなんですけど、それ書いてありましたよ。いやー、いいとこいっぱいあるね、いろいろ探してね、じゃあなんか近くにまたあるんでしたら探してみようかなと思います。じゃあまた。